Thank you.
本日山口からやってまいりました、この078という神戸のお祭りのイベントのこのフローレライブ、去年も同じ時期に出させていただきまして、今年も引き続き、読んでいただきまして大変光栄に思っております。このチキンジョージさんでやらせていただくのが、去年今年でその前の時と3年連続3回目となりまして、ちょっと前はこんなところでできるとは全く思ってなかったんですけども、毎年出させていただいてて、これはもう絶対この人生のピークではないかと思っていますまあできるだけ続けて出させていただくように頑張ろうと思っております。いやいや、今日は、まあ、1時間ぐらいやると思うんですけど、3年前、2年半ぐらい前に、CD を煉獄楽団というセカンドアルバムを出しまして、売れ行き好調で、今日も後ろの方で、売っております。1500円売っております。でその曲を、それらの曲を中心にお送りしたいと思いますけど、今年実はレコーディングを2年半経ちましてですね、前のアルバムからやっておりまして、秋頃に出そうかと言いつつまだ曲自体が全然揃ってないというのがありまして、目標は秋頃なんですけど、まあ、プログレバンドのよくある話で、それが1年経ち2年経ちということにならないように頑張って作ろうと思います。でそれに入れる曲をですね、半分ぐらい今日はやると思います。後半の方に多分固まってやると思います。そうでもないか、よろしくお願いします。ちょっと待って、すいません。では、次の曲はその、後ろで今日売ってます煉獄楽団というアルバムに入っている、月の裏側。
あ、 ありがとうございます。これからの予定なんですけど、しばらくライブはないんですけど、9月の14日に高松のソーナイスというライブハウスがあって、そこで、コレ巨人さんのドラムの吉田達也さんとエルドンというバンドシャール・フィナスさんという方がデュオで日本に来られるらしくて、それのライブに出ないかというお話で一緒にやらせていただくことになっております。うん、高松の、デッド・プディングさんという有名なバンド、ハードロックだそうなんですけど、もう一緒に出られます。で、その次の月の10月なんですけど、10月が、12日土曜日、大阪の本町の、クロスビートっていうところで、ポーランドのちょっとバンド名がわからないんですけど、ちょっと忘れたんですけど、ポーランドのバンドの方と、ネオアコースアトランティカですアトランティスアトランティス本人がいます。本人がいすいません大変です。あちらの方と一緒にライブはじめまして。いや貼ってますけどよろしくで、それがナンバーのクロスビートナンバーじゃ本町のクロスビートで、その次の13日にですね、無謀にも東京の吉祥寺のシルバーエレファントでまたライブをやらさせていただくんですけど、それがまた去年も出させてもらったプログ東京っていうやつで、去年は4日間だったのが今年はなんか延べ8日間ぐらいですよね、あって前半後半に分かれとって、その前半の13日に出させていただくということで、一緒にやられる方は、元アウターリミッツ&ディエラなどの荒牧さんですね、アランちゃん、アランちゃんバンドと、もう一方はちょっとまだ未定だそうなんですけど、そのイベントの毎年毎回の主催者でおられる荒牧さんにまた呼んでいただきまして、13日に東京でやることになっております。でその次の日にむっちゃしんどい思いして山口まで車で帰るとか、この年になって後先考えずにライブを入れてしまったものですからどうなるか分からないんですけど、楽しみにしております。私たちも楽しみにしております。よかったら見に来てください。いやいや、じゃあ最後に、曲をやります。曲を続けてやるので20分ぐらいかかるかもしれません。ではまず乾きゆくたびきと、今日売ってる煉獄楽団に入ってます。ではやります。Thank you.
Thank you.